どうもお疲れ様です。アムウェイもそうですけども、ネットワークビジネスね、締め出されてるでしょう。いや、私ね、本当に思うんですけども、ネットワークビジネスをやってる人ってほとんどの人がね、印象が悪いんですよ。丁寧に話してるけども、とにかく印象が悪い。その理由の一つとしては、自分のプレゼンを優先して全然目の前の人のね、生き方とか考え方とかを聞いてくれないんですよ。聞くにしても形だけ聞いて、自分が話したいことを話すために段取りとして聞くっていうね、もうテンプレートなんですよね。そうじゃなくて、やっぱりネットワークビジネスの話もするんだけども、目の前の新規の人に興味を持ってあげるってことをすること、その人の喜びとか悲しみとかに寄り添うことをね、やるべきだと思うんですよ。そうなると印象が良くなって、この人と一緒に仕事ができるんだったらいいなというふうな形で入ってくれるんじゃないかなと思うんですよ。とにかくね、せっかくプレゼンの場を設けたんだから、これでサインさせないとコストパフォーマンスが悪いみたいな感じで、自分の欲望が出過ぎなんですよね。だから結局、目の前の人の役に立たないし、この人に経済的な負担をかけるなと思ったら進めないっていうこともしないといけないと思うんですよ。だからルノアールとか、印象が悪くなる、ネットワークビジネスの巣窟だっていうふうに印象がついちゃいけないんで、そういうふうな措置を取ったんでしょうけども、でそもそもね、ルノアールで働いてる人も、その美味しいコーヒーを提供したいっていうミッションでやってるのに、コーヒーの味無視してね、ネットワークの話ばっかりされてる、それは不愉快ですよね。だからコーヒーショップではコーヒーをね、美味しいなと、雰囲気いいなと、ここにずっといたいよねみたいな感じで、お店にもなんかね、満足度を提供する顧客としてのビジネスのあり方があってもいいんじゃないかなと思うんですよ。だからネットワークビジネスをやってる人ってね、使わせてる、もらってる店に対してのちょっと配慮がなさすぎるのかなってところもあります。だから嫌われるのかな、ね、だから何、だからドリンクバーってあるでしょ。ドリンクバーをバカバカ飲んでね、あれでね、プレゼンする2時間とか使われたら話にならないですよ。やっぱりランチを食べてね、何アポイントメントした時にネットワークビジネス紹介する人は1時間早く来て、そこでランチを食べて、ちゃんと2000円ぐらい使った上で、何お客さんをね、お迎えして、で2時間ほどお話しした後では、あ、なんか一つ食べていきますみたいな感じで、やっぱりね、トータルで5000円ぐらい使って 2,3 時間を使ってもらうみたいなことをすると、あ、よくできてるなと思うと思うんですよ。だからネットワークビジネスの、プレゼンの会場に使われると、ドリンクバーしか注文しないんですよ。ドリンクバーだったら儲かんないですよ、さすがに。単価的にね、250円×2でしょ。500円ポッチでね、大の大人が2人も3人も居座られたらたまらないですよね。で、話す内容がなんかプレゼン資料を広げてからね、黒いバッグとパソコン取り出して、こうやって向けてから、こうやってな、一生懸命なんか目の前の人を陥れようとしてるわけですよ。ダメ、あれじゃダメ、センス悪いと。ネットワークビジネス、そんなことじゃダメですよ。目の前の契約が取れても、継続契約をしないといけないし、継続契約した人がその向こうの人にね、紹介しないとネットワークビジネスって成り立たないのに、目の前の人しか見えてないんですよ。もうどうしようもない素人ばっかりですよね。ビジネスがセンスがない人ばかり。ネットワークビジネスはだからダメと。ネットワークビジネス自体はすごく優れたスキームなんですけども、まあそうやってね、ちょっと印象がある人とか頭使えない人が集まることによって、ネットワークビジネスがダメなんだっていうふうに錯覚させますよね。ちょっと口が過ぎたところがあると思いますけども、本当にそう思いますよ。誰がやるかによって、それがいいものか悪いのかってことが決まるということでございました。